はい、どうも皆さん、こんにちは、えゼッこです。それでは今回なんですけども、PayPay ボーナス運用を1年間使った結果を公開、PayPay 証券の講座解説も行います。ということで、今回は PayPay ボーナス運用と PayPay 証券についてですね、この動画では僕が PayPay ボーナス運用を実際に使ってみた結果をお伝えしようと思います。そしてですね、また新たな取り組みとして、PayPay 証券にもチャレンジしてみたいと思いますので、ぜひ参考にしていただければなと思います。それでは、行ってみましょう で、そもそもですね、PayPay ボーナス運用って何ぞやって思う方もいらっしゃるかと思うんですが、まあ、簡単に言うと、PayPay のアプリ内で疑似投資体験が可能というものになっております。まあ、結構ね、この PayPay ボーナス運用が始まってから、結構利用されてる方も結構多くなってきてるのかなというふうに思います。というのもですね、僕がたまーにするライブ配信とかで、PayPay ボーナス運用の結果ってどうなってますっていうようなコメントをいただいたので、まあ今回はね、このタイミングでお伝えをしたいと思います。 で、その PayPay ペペボーナス運用の見方なんですけども、これいつもの PayPay ペペのアプリから、ここにボーナス運用というところがあるので、ここをタップすると、ご覧のようなボーナス運用の画面が出てきます。まあ今回ね、この赤で囲っているところ、これがね、ちょっと今現在僕の結果ということなんですが、まあスタートしたのがですね、まあこれが面白いことに、5月の16日なんですよ。2020年の5月の16日で、本日今動画を撮影しているのが、5月の16日、日曜日っていうね、結構面白いんですよ。なのでちょうど1年間使った結果がね、 ほんとわかるっていう感じなんですよ。まあ、ですけどね、ちょっとこのスクリーンショットが5月15日なので、実はちょっとこのスクリーンショットは前日のものとなっております。で、実際にこの追加した残高総額っていうものなんですが、この左下ですね。これは、僕が実際に PayPay とかを使って、まあ、付与されたボーナスとか、よくキャンペーンとかやってると思うんですけども、まあ、大きなキャンペーンで言うと、超 PayPay 祭りとか、Yahoo ショッピングとか、ま、あそういったものが全部、この追加された残高総額に入ってるものとなっております。 ちなみにこのボーナス運用に関したら、自分でチャージをして運用するっていうことができなくて、基本的にはペイペイから付与されたボーナスとか、そういったものを追加して運用していくものとなっております。で、気になる、どれぐらいプラスされたのかっていうことなんですけど、この右下の赤枠のとこですね、開けます。せーの、じゃんということで、なんと1536円っていうね、 プラス35.97%分がプラスになってるっていうね。めちゃくちゃ面白いですよね。なので実際の今現在運用中の残高を見ると、じゃんということで、39,827円っていうね。これ結構でかいですよね。ま、ちょっとね、ここ最近ちょっとここ見えづらいんですけども、下がり気味ではあったんですが、ま、それでもね、この1年間を通して30%ぐらい増えてるって結構えげつないなというふうに思います。ま、約ちょうど4万円。で、増えたのが約1万円ぐらい。 っていう感じなので、まあ、僕もねこのぶっちゃけどのタイミングでこのペイペイボーナスを使うかって迷ったんですけども、気がつけばもう全部1年間ね。 このペイペイボーナス運用に流し込んでたっていう感じだったんですよね。ちなみにですね、コースが2つあるんですけども、チャレンジコースとスタンダードコースっていうことなんですが、僕はずーっとチャレンジコースのまま動かさず、引き出さず、ずーっとこのコースのまま入れっぱなしでございました。まあ、その違いなんですけども、一応公式ページにはこんな風に出ております。例えばスタンダードコースの場合、米国を代表する企業500社に分散して運用されます。投資初心者の方や長期での運用をお考えの方におす,すめなコースですということで、よくね、この SPY とか SPDR、S&P500ETF ということで、結構この S&P500 って投資をされてる方とか聞かれてること結構多いかなというふうに思います。 まあそれがまあ軸となってるような感じで僕はね投資とか全然初心者なんですけどもでチャレンジコースに関したらスタンダードコースと比較して変動率が約3倍となります値動きを楽しみたい方や短期での運用を考えの方におすすめのコースですということでまあ僕はねこのチャレンジコースを使って約1年間まあこれが短期なのかどうかってわかんないんですけども僕はずっとこのチャレンジコースをね使ってまあこの結果に至るっていう感じですもちろんこれが正解かどうかっていうのはわかんないんですけども一応1年間使った結果はこの こんなな感じとなっておりますで、ざっとまとめると、僕は2020年の5月の16日よりスタートして、で、引き出しなく入れっぱなしの状態でございました。この PayPay ボーナス運用のいいところは、まあ、引き出したい時にすぐ引き出して、お買い物とかで使うこともできますし、もう使わずずっと入れっぱなしで運用することも可能となってます。で、基本的には僕はその PayPay のキャンペーンであったりとか、Yahoo ショッピングのキャンペーンで付与された PayPay ボーナスを、すべて今回、この PayPay ボーナス運用に流し込んでたということでございます。で、これね、実際に使ってみるとわかるんです けどももちろん減ることももちろんありますし増えることもあるんですがやっぱちょっとちょっとずつね 自分が持っているこの PayPay ペペボーナスの残高が動いてくれてるっていうところの実感がちょっとたまらなくて、まあ僕が何かこう PayPay ペペとかで大きなお買い物をするときに、まあどこかで使おうかなというふうに思ってるんで、とりあえずはもう少し運用してみようかなというふうに思ってます。まあぜひですねペ、PayPay ペボーナス運用こんなふうになってますとか、こんなふうに運用してますっていうことがね、コメントに書ける程度であれば書いていただけると面白いです。で、今回はですね、さらにここからなんですがペ、PayPay ペアプリ内で 疑似投資体験ができたんですけども、そこから今回新たな取り組みとしてペ、PayPay イペイ証券にチャレンジをしてみようかなというふうに思っております。まあ、先ほどもお伝えしたように僕は基本的に投資はね、度がつくぐらいの初心者でございます。一応別の証券講座とかでも運用はしてたりするんですけども、深く投資とかに触れたことはないので、今回はこの PayPay ペイペイ証券にチャレンジをしてみたいと思います。これちなみにですね、PayPay ペイペイ証券の公式ページにあったんですけども、 ペイペイで投資を始める運用しながら少しずつということで、まずはペイペイボーナス運用をスタートして、ペイペイボーナス運用で、 学ぶ疑似投資体験ということで、まあ、これでね、まず投資がどんなものかっていうのを体感すると。で、そこから株式投資をやるっていうことで、ここからね、PayPay 証券の内容になってくるんですけども、まあ、先にお伝えしておくと、確か、PayPay 証券では、PayPay ボーナスとかは使えませんので、そこだけちょっと気をつけてください。まあ、いずれ使えるようになると嬉しいんですけどね。ちなみに、この PayPay 証券に関したら、もともとワンタップバイっていう会社名だったんですけども、今年の2月1日より PayPay 証券っていう名前が変わって、まあ、新たにスタートしたと。まあ、主な特徴としたら、 この2点かなと思います。3タップで株が購入可能であったりとか、あと1000円からよく聞くね、米国株とかが購入することができるんで、ほんと僕みたいな初心者が結構気軽に参加できるようなものとなっております。もちろんね、投資なので自己責任でお願いします。ちなみにね、今回僕がこの PayPay ペイペイ券を使おうと思った理由が、このまあ一つ理由がありまして、今現在ですね、公表につき第2弾、 誕生記念キャンペーンということで、今、ペ a ペ p 証券ではちょっとしたキャンペーンが行われております。投資デビューを応援、講座解説で最大1000円分プレゼント、キャンペーン期間が6月30日水曜日までの水、水曜日までのキャンペーンとなっております。この1000円の内訳として、無料の講座解説で誰でも全員に200円がプレゼントされて、株式を購入することで抽選にはなるんですけども、5000名様に800円分プレゼントされると。 まあまだそんなにね、ペイペイ証券の名前が通ってるか通ってないかで言うと、僕の体感ではそんなにまだ通ってないかなと思うんで、この抽選は意外といけるんじゃないかなっていう、全く根拠のない自信で今お伝えをしてます。で、ペイペイ証券の特徴なんですけども、これ先ほどね、ちょっとお伝えしたことに似てるんですけども、1000円で大企業の株主と、ペイペイ証券は1000円から少額で日米企業の株式を購入できますということで、まあ通常であればここに出てるように、まあ通常であれば、一般的な証券会社の、 1株の価格ということで、まあ、こんな感じで出てるはいるんですけども、ペーペー証券ではまとりあえず1000円から購入することができると、まあ、例えばね、Amazon であったり、Twitter とか、スタバとか、Visa とか、そういったところの株をまあ少額から購入することができると、で購入方法も簡単で3ステップで簡単、初めての方でも手軽に株式を売買ということで銘柄を選択して金額を指定して、あとは買うだけと。なのでね、ここら辺もまあ気軽に、まあ、しかもね、24時間いつでも米国株の取引が可能ということですので、自分自身が時間が空いている時きにペーペー証券を 使って米国株の取引ができるっていう感じなんですよね。まあ、聞いた感じはね。 まあ簡単そうに見えて、ちょっとした難しそうにも聞こえるんですけども、まあ正からね、いつでもこう取引ができるっていうのはね、結構僕的には魅力的なのかなというふうに思います。で、先ほどの200円分をもらうためにはこういったような方法で講座を開設して、800円分をもらうためにはアプリをダウンロードして、あとは株式を購入するっていうような流れになります。ちなみにですね、講座開設の前に一つ気をつけておいてほしいところがあるんですけども、いつから取引ができるようになりますかということで、講座の受付から解説までには、 程度時間を要しますが受付状況により1週間から3週間ほどかかる場合がございますと口座開設手続きは完了したらご登録のメールアドレス宛に通知いたしますということでございますので僕はね今回講座を開設をしたんですけども1週間よりか3週間本当に1ヶ月弱ぐらいかかるっていうこともあるのでここはねまあちょっと一つ気をつけないといけないところかなと思います ということで早速僕も講座解説やってみたいと思うんですけども、一応概要欄にリンク貼っておきますので、そちらから入っていただきまして、この画面を開いていただいたら、下の画面に下がっていただくと、この真ん中にですね、今すぐ無料で講座解説っていう項目があるので、ここをタップすると、 PayPay 証券のメールアドレスを入力する画面が出てきますので、それぞれメールアドレスを入れて、再入力で同じメールアドレスを入れて、送信をするをタップします。そしたらですね、メールが届きますので、会員登録はこちらというリンクが出てくるので、ここをタップします。PayPay 証券の口座解説の画面が出てくるので、ここでマイナンバーカードと本人確認書類のいずれかが必要となります。僕は今回ね、運転免許証とマイナンバーカードを使いました。で、それをアップロードする前に生年月日の入力がありますので、ここでですね、生年月日を入力します。 1989年6月の20日ということで僕ももうすぐ誕生日ですのでぜひプレゼントお待ちしております。で、次に重要なのはここのキャンペーンコードなんですよね。ここのキャンペーンコードのところをタップすると、まあ、先ほどのこのキャンペーンコード2105記念ですね。これを入力していただいて適用すると先ほどのキャンペーンに参加することができるということになります。で、適用をタップしたらですね、先ほどのキャンペーンコードが適用されましたというポップアップが出てきますので、これ問題なければ OK をタップします。で、進んでいただくと次に個人情報の入力が出て で,きますので、名前とかご自身の情報どどんんん入力してて進んでいってくださいで次にですね、本人確認書類の提出の画面が出てきますので、ここで僕は今回、運転免許証、そして次の画面で確かマイナンバーカードをアップロードしました。で、うまくできますと、申し込み完了ということで、一応これで講座の解説の手続きができたということになります。 ま、先ほどね、キャンペーンページにもあったように、とりあえず審査があるみたいなので、まあ、それを得て、1週間から3週間ぐらいでできるのかなというふうに思います。ってことで、今回ね、PayPay ペペ証券のキャンペーンのまとめなんですけども、期間が5月の6日からすでにスタートしておりまして、6月の30日までのキャンペーンとなっております。キャンペーン内容に関したら、講座を開設すると全員に200円分がプレゼントされて、あとは新規で買い付けをされて、抽選で5000名様に800円がプレゼントされると、その際にですね、このキャンペーンコードを入力していただ いただく必要がございますのでここは忘れずお願いしますで口座解説に関したら1週間程度かかるということなんですけども場合によっては1週間から3週間ほどかかる場合がございますのでこの3週間ぐらいちょっとね気持ちに余裕を持って解説をするぐらいがちょうどいいかなという風うに思います で、今後についてなんですけども、冒頭にお伝えした PayPay ペペボーナス運用なんですが、お伝えしたように一応ですね、今後も継続で利用しようかなと思います。とりあえず今は入れっぱなしにして、もしかしたら僕がね、何かこう大きな買い物したいとか、まあ、4、5万円分使って PayPay ペペで決済したいっていうことがあれば、その時に使うかもしれないんですけども、とりあえず今のところはこのまま入れっぱなしでいこうかなと思ってます。またね、時期が来たら PayPay ペペボーナス運用を使った結果は、みたいな動画をアップしたいと思います。そして、先ほどお伝えした PayPay ペ についてなんですけども、これは今回僕が講座を解説した後に、まあ実際の入金方法であったりとか、買い付けもちょっと実践をしてみたいと思います。まあこれに関してはね、ぶっちゃけちょっと、今回の動画をアップして需要があるかどうかっていうのは僕自身も正直未知なところではあるので、もし需要がありそうであれば、動画にしようかなというふうに思っております。 もしね、需要がなさそうであれば、まあ、もしかしたら動画としてアップするかどうかっていうのは、ちょっと考えるところではあります。まあ、そんなこんなで今回は、ペイペイボーナス運用を使った結果ということと、ペイペイ証券について、簡単ではありましたけども、お伝えさせていただきました。ま、あ本当ね、ペイペイボーナス運用を1年間使って、もうぶっちゃけこんなに増えると思ってなかったんで、 ま、減るだろうなっていう風な感じで元々入れてはいたんですけども、まあまあ増えてくれたので、まあ今後のね、動きにもちょっと気になるところではあります。で、PayPay ペペ証券についてはね、まあ気軽にその米国株を購入することができるっていうところが結構魅力的かなという風にも思いますんで、まあ小学ではあるんですけども、少しずつね、投資ってこういうものなのかっていうことをね、自分自身が勉強しながらちょっと体験してみたいなという風に思っております。 で、今回お伝えさせていただいた PayPay 証券の講座解説に関しては下の概要欄にリンク貼っておきますんで、もし講座解説してみようかなという方がいらっしゃいましたらそちらからクリックして入っていただければなと思います。ということで、本日の動画は以上です。ご視聴どうもありがとうございました。